カヤクの柳澤さん、今回はG1 サミット2012にご参加ありがとうございます。今年のテーマが日本再創造に向けたビジョンと行動ということになっているんですが、はい、柳澤さんの、日本再創造に向けたビジョンをまずお伺いしたいんですが、はい、面白法人と我々名付けました。自らこれが全てなんですけども、会社も面白くていいんだって。会社が元気になりますよね。そうするとで日本全体が元気になる、そんな会社になればいいなということで、僕はもう会社そのものをコンテンツにしようと、面白コンテンツにしようと思って頑張ってます、うん、はい、それが日本を元気にするだろうと思っています。つながるだろうと思っています、うん、はい、会社企業を面白くして社会日本世界を面白くしていくと、そういう順番ですね、はい、そのために具体的に柳澤さんがこう起こされる行動、何を変えて何をやっていくんですか。会社を作ってるんで会社を大きくすればそうなるだろうと思ってますけど、うん、僕自身のそのアイデンティティとしてはアイデアやっぱり出すのたくさん出すの得意なんですよね。なので、たくさんアイデアを出してそうすると元気になってくる、うん、で深刻にならない、うん、アイデアいっぱいの人は深刻にならないっていうある詩人の言ってる言葉ですけど、こんなにいっぱいいろんな打ち手があるんだっていう人がやっぱ元気になりますから、会社でそれを見せていきたいなっていうふうに思ってますね、はい、アイデア、面白いアイデアを出していくコツっていうのはどういうものですか。どうしたら出てきますか。数はですね、誰でも出せるんですよ実は。その質というか面白いセンスのあるアイデアを出す人っていうのはやっぱ限られると思いますけど、数はたくさん出せるんですね。でそれはある程度テクニックでいけると思いますね、はい、で組み合わせに過ぎないのでアイデアっていうのはある程度いろんな発想法であるとかでいける部分はいけると思います。でその中でもカヤックに関してはブレインストーミングという、はい、やっぱりチーム戦でお互いアイデアを出し合って乗っかって乗っかって出すと、それをすごく会社単位でやってるので、すごく世の中もそういう状態になると面白いと思うんですよ。そのブレインストのルールって人を否定しないっていうルールだから、人の出した意見に乗っかってってそういう社会良くないですか、はい、いいですよ ね、 面白いですね。それがコツだと思いますけどね、はい、じゃあカヤックを見ているとなんか楽しくなってくる、そんな状況でそういう形でありたいですね。まずは自分たちが楽しんで、当然それを伝えていってみんなも楽しいって言ってもらえるような存在になればきっといいと思いますけどね、はい、期待してます、はい、ありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます。